苦労された、そしてお父さんは、やっぱり、義の、そういう気持ちが強かったんですよ。だから山本牧師は、小さい時から一生懸命真面目に人生生きようって言ってですね、アメリカの何ですか、タコをあげて、そして光を研究したあの人誰？リンカーンじゃなくてフランクに、さすがフランクに、フランクにのね、なんか自伝があるんですよ。今日一日正しくやった丸、ここが間違った×、それをね、山本牧師もね、いつも読んでね、真似てたらしい。それでついにね、家出をしたんですよ、17歳。東京に出てきたんです。で、路傍で、東京の世田谷の方の教会ですかね、その一人の信者さんが、ね、救いの体験なんです。私はものすごい短気でした、しかし教会に行きました、イエス様を信じました、その短気が治りましたと、こう言った。それを聞いておったもんですからね、皆さんどうぞ今晩、今から、伝道会です。彼は誘われて、それで集会行った。集会行ってメッセージが終わったの、メッセージが終わった時に、隣に座ってる人が個人伝道した、いや私は正しく正しいってね、正しさ。じゃああなた質問します、あなた女性を見るときに情欲を抱いて色情を抱いて見たことありませんかと、こう聞かれた話。さすがの山本牧師もそれにはがっくりきてね、やりました。それが罪なんですよっつってね、イエスはその罪のために、十字架にかかったんです、イエス様のその十字架を信ずれば、身代わりの十字架を信ずれば、あなたも私も罪許される。それで正しいものと見なされる、救われる、というメッセージ聞いたので、彼は、はい、わかりました、信じますと言ってね、一晩だけでね、信じたんですよ。1回目の伝道会、それで彼はものすごい熱心に、教会生活をして1年ぐらいですかね、1年かそこらで献身したんですよ、献身したもんですから、今度何言われたかというとね、教会のね、なんか役員か長老の人がね、そんなに熱心にっていうことをね、批判したらしい。びっくりしたわけです彼、その熱心なその教会の役員とか長老とかいう人がね、自分のその献身のね、その信仰をね、そんなにっていうね、批判したもんですから、がっくりしてね、私の師匠はね、ノイローゼになった確か。いや、佐渡ヶ島に帰っちゃった。1年間ね、佐渡ヶ島に働かない、ブラブラしてたらしい。家でしたら家にですよ、帰ってって、その中でもう一度彼は、この教会に立ち返ってきた、そしていとこの年上の女性も一緒に来たので、2人は結婚したんです。いとこ同士が、私の師匠さんは、結婚なの、年上なの、30歳ぐらいでしょうかね、奥さんも北海道に伝道に行き、そして千葉県に伝道に行ったんです、若くてください、すごい苦労された。私の師匠はそういう、佐渡島出身の牧師さん、しかも小学校卒でしょうか、早稲田の予備校とかなんとかそういうものが昔あったらしくて、そこにね、夜学にね、通って勉強したらしいんですけど、とにかく彼はね、言うならば頭がいいんですよ。小学校だけなの、鋭い、私はね、その教会の導かれた、私のことを暗闇から引っ張った牛だとか言ってね言っておりましたけどね、私もある時献身をして、そして弟子入りをしました、遊女ラハブさんは遊女なんですね、正しい人ではない、遊女なんです、それがエリコの、はい、この城壁の中にね、その城壁にちっちゃな家があるわけですよ。城壁の中に住んでおった友人、その人が、はい、イスラエル人たちが、イスラエル民族が、はい、カナンの地に入ってきました。ヨルダン川を渡りました。そして、はい、ヨルダン川の石を10個ギルガルに並べました、はい、そして第一の町エリコに今やってくるっていう、はい、それを、はい、聞いたわけです。そしてエリコを占領する前に、はい、指導者ヨシュアは2人のスパイ患者を使わした、石膏として使わして、はい、エリコを偵察してきなさいとこう言ったわけです。うん、偵察した時に、はい、ラハブさんに出会った遊女、ね、遊び目だから入りやすかったの、話しかけやすかったんでしょうか。うん、だから彼らはね、遊女の家に泊まったんです。泊めてくれた。うん、それを王様とこのエリコの住民が見ていたの。王様に訴えた。うん、はい、訴えたら王様は早速、ね、ラブさんの家に使いを使わしたの。あなたのところに昨夜やってきたあの者たちを連れ出せとこう言ったの。うん、彼らはこの地を偵察スパイするためにやってきたんだからとこう言ったの。うん、ところがですよ、うん、ラブさんは2人をね、かくまったの。家の屋根裏にかくまったの。うん、天の、ね、木ですか何ですか、その、ね、草ですか、その屋根裏にこの天のその束がある、その下にこう2人をかくまって上から、ね、その草を置いたわけ。うん、だからお前のところに来たあの、ね、男たちどうしたんだ、王様が言ってるぞ。うん、そうしたならば、うん、彼なんて言った、確かに来ました。うん、だけど彼らがどこから来たか私は知りませんでした。うん、その人たちは暗くなって、ね、門が閉じられる頃出て行きましたよ。うん、どこ行ったか知りませんから後を追ってごらんなさい、必ず追いつけるんじゃないですかとこう言ったわけです。うん、それで彼女は屋上に2人を連れて行って、はい、天の空気の中に隠したとこう書いてある。うん、これが、はい、この遊女ラハブの、はい、人生の最も重要な出来事だ。そういう出来事が起こったんです。2人を彼女はかくまった。なぜか、うん、その理由が書いてある。9節のところに書いてある。その人たちにね、ラハブさん言ったんですよ。主が、神がこの地をあなた方に与えておられること、私たちあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民もみんなあなた方のことで震えおののいていることを私は知っています、ね、もう戦う戦意もなくなっていることを知ってます。震えおののいているんだ。あなた方ヨルダン川を2つに分けたでしょう。この、ね、春の、ね、洪水の季節にヨルダン川が2つに分かれちゃったと、水が。もちろんそれは分かってるんですけど、その前にあなた方があのエジプトから出てきて、それで後悔を2つに分けたでしょう。うん、はい、そのことを言ってるんです。後悔の水を枯らしたこと聞いてますよ。うん、それからヨルダン川の向こうのあのエモリ人、先住民族の2人の王シオンとオグにされたあの2人をやっつけたことを私たち聞いてるんですよ。うん、オグとシオンをやっつけるし、後悔は2つに分かれるし、それを聞いた時私たちはもう心がね、萎えてしまって勇気がなくなってしまいました。うん、あなた方の神主は上は天、下は地において神であられるからです。うん、はい、ラハブさんそれを聞いた時、これをやってる彼らが拝んでる神は本当の神だとこう信じたんです。いや、すごいと思うんですね、この女性は。遊び目でありながら、うん、神だ。うん、その神が後悔を2つに2人の異邦人の王をやっつけたんだ。今またヨルダン川を2つに分けてる。うん、だからどうか私があなた方に真実を今、ね、あなた方を受け助けようとしているように、私の父の家に真実を尽くすと誓ってくれませんか、その印証拠をくれませんか、私の父や母兄弟姉妹また全て彼らに属するものを生かし、私たちの命を死から救い出してくださいとこう言ったんです。去年一昨年から私はリバイバルの週末のリバイバルの働きです、感謝と賛美の歩みです、はい、それでここまでやってきました、その感謝の、はい、だんだんいろんなことを感謝しておったん、兄弟姉妹の出来事も感謝しておったん、それが何か、自分の先祖のことも感謝しておったん、偶像教会誰もイエスも知らない、これ感謝して、自分の田舎の部落の人たちもそれを感謝してる、同級生も感謝してる、ずっと続いてる。それで何か、先週日曜日夕方4時、今日藤原さんいない、やってきたらお礼を言おうかなと思って、今日は何か息子さんの弁護士さんとも今度東京行かれた、うちのワンコ亡くなったんです、12歳2ヶ月、月曜日に集会開い、火曜日に火葬にして、そして火曜日に集会です。ああ、火曜日に集会ですか。すみません。その次の日に、はい、火葬にして、骨をいただいて、はい、かなり置いてあります。猛烈に私祈ってたんです。マタイの15章のカナンの女が。娘さんが悪霊に疲れて今死にそうだと、イエス様がたまたまいたのでイエス様のところやってきたんだ、助けてくれ助けてくれ助けてくれ、いや私は、違法人のその犬なんか、私はイスラエル人のために使わされてきてるんですけど、違法人のためには大臣に使わされていないよと、食ではパンを、違法人の子犬に投げてやるのは良くないよと、こういう言い方をしたイエスは、違法人の子犬にパンをあげるっていうのは良くないと、パンっていうのはイエス様のことを福音なんだ、だからそれに対してカナンの女は言いました、主よその通りです、しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますよとこう言った。ですから私もこの言葉を捉えた、イエス様の、うちのワークのヒーベ君も、はい、こういうのです、そしてあなたのこのパンくずを彼だって食べる資格権利あるでしょう。いつも教会と、私たちの伝道と行動を共にして最後は礼拝にまで出て、坂本さんたちの学徒が一緒になって、吠えて神を賛美してたじゃないですか、直してくださいこういう。猛烈に祈って癒しの言葉をしっかり握って神様に訴える、一生懸命吉子牧師が、お世話をしてくれたの、私も、もうこれは自分には到底手も足も出ないな、毎日点滴をするし、そして流動食を食べさせるし、お母さんが娘をやるように、彼女が世話を1ヶ月ぐらいずっとしておった。それであれもダメこれもダメってね、癖を、注文したり緑虫を注文したり、いろんなものをやったりしました。彼女も、点滴から、光注射からいろんなことをやりましたけれども、最後におしっこが出なくなったので、日曜日先週、今から私は、雫石に映画に行きます、あなたと、道枝さんとで、この医者は開いてるから連れてってくれって、連れて行った。市役所の前あたりで、私の抱っこしてる膝が濡れてきたもんですから、彼女おしっこしたの、うん、実はその時ねうんちもしたんですよ、うん、後から気がついたうんちはまさかの、うん、真っ黒いうんちが出てきた。だから私もね喜んでねすぐ携帯でよしこさんを喜ばせようと思って電話したら「出たぞ」っつってそれでお医者さんについて。まだピンク色ですよとか言ってね、若い青年が言ってくれました。だからその後今度お医者さん出てきてね、それで調べておったのに「あっ息が止まりました」とこう言われて、で終わりな、うん、いやあのワン君今朝実はね散歩に行ってね道枝さんの近所にシーズとそっくりのワン君に出会っちゃったんだ。うちのワン君 7.5 キロだった。向こうは10キロぐらいのね、もうちょっとデブちゃんのねシーズ犬に出会った。だけどもう彼の着物は残っておりますけどね、もう写真も残っておりますけど、うん、何もないですから写真に向かって今から行ってくるよとかね、声をかけながら私も、まあ、生活しておりますけど、あのワン君ねもう汚れた動物とこう言われてるんです。どういうの？私が一番彼の心打たれたことがないのか、この今の私、去年おととし今この12年もそうなんですけど、一緒に行動を共にして、ね、黙って私と生活してくれたこと、あのワン君がつぶやいたことないの。私を噛んだことは何回もそれは噛みますけれども。つぶやいたことがね、道枝さんの旦那さんのようにカーッとなってね、まあ、怒るっていうのはせいぜい何かをね食べ物のことでギャブンと私を噛みついたりね、坂本兄弟も噛みつかれたかもしれませんけどね、うん、坂本さんのうちにもねいつもね朝行ってたの、ワン君と一緒に散歩してね兄弟夜送ったり朝行ったり。はい、何言いたいか、先祖のことを今感謝する。一つはワン君は死んではいないっていうことです。私の先祖たちもそれもちろん肉体は脱いであの世に行きましたけども死んではいない、ね、安倍公姉妹100歳で洗礼を受けてくれましたけども天国にスーッと彼女は入っていった、ね、私の先祖たちは、ね、じいさんばあさんたちは天国には行ってない、イエス様は死んでないから読みに行ってる。だけど死んではいない、魂が賢いにおいて生きてるんだ。ルカ伝の16章の止める、ね、その人と同じなんだ。私の部落の人たちもみんなそうで、読みなんだ、読みなんだ。ラハブさんがここで何したか、イスラエルの患者を受け入れた、助けた、かくまった、そして逃がしてやった、はい、それだけじゃないの。その一番中心にはあなた方の中にいるあの神様、まことの天地の神なんだとこう言ってる、うん、その神に私たちは、ね、敵対して歩んでおったんだけども、神を私は信じます、うん、だからこのエリコを滅ぼす時に私と私の家族を助けてくれとこう言ったの。全部一族労働を助けてくれ、そしてその印をくださいとこう言ったの、うん、はい。そしたらこうあなた方が本当にその約束を果たしてくれるならば、私たちがこの町を滅ぼした時にあなた、ね、自分の窓に赤い紐を、ね、結びつけておいてくださいよ、ね、私たちに分かるように、うん、そしてまた全家族を親族を家の中に集めて、ね、一緒にしておいてくださいねとこう言った、ね、そうすれば助けますよとこう言った、はい、現実にそうなってしまった、うん、はい、神様を信じました。今度何か、はい、自分と自分の家族を、はい、守ろうとした。守ったんです。みんな助かった。ですから彼らもイエスも信じたでしょう。それでどうなったか。今度はユダヤ人のユダ部族のサルモンさんとこの結婚をしたっていう。そして彼はベツレヘムで生活しておったんです。エリコの人がベツレヘムで生活して、それでダビデ王の先祖になったと、こういうこと。私たちのこれはひな形じゃないかとこう思います、はい、何が神への信仰がキリストへのこの赤い血潮の、はい、信仰が、彼を、はい、救い、また彼の親族家族を守り、はい、彼の生涯をまたキリストの、はい、この家系の中に加わるという偉大な、はい、人生を彼は手に入れたということ。時間が来てしまいました。失礼します。それではご起立ください。339番、これを歌って下げまして終わります。339番、ここから。血潮を感謝します。裂かれた身からの傷をありがとうございます。聖霊がお一人々の魂に触れ、また肉体に触れ、イエス様のその愛の印である血潮が流れました。命が捨てられました。感謝いたします。どうぞ我らの救いのため、また癒しのためであることを心から感謝します。聖霊がお一人々に今どうぞ豊かに触れてください。どうぞ魂の解放を与え、また肉体の癒しを与えてください。どうぞ神にとって不可能なことは一つもないと、天皇お父様ありがとうございます。我らは自分を義としようとするものでありますが、どうぞ我らの不信仰、また罪を許し清め、どうぞキリストの言葉に立つことができますよう、御血潮に立つことができますように助けてください。ありがとうございます。感謝をいたします。お一人々の魂に、また肉体に今栄光を豊かに表してくださいますようにお願いをいたします。感謝をし、イエス様の名によって祝福します。アーメン。それでは唱詠。今日はハレルヤハレルヤ、リビングの14番。スキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しいを交わり見舞いになります。愛する兄弟姉妹たちと共に今も後も限りなくあらんこと。アーメン。一番最後は何か、はい、ラハブさんと同じように私たち皆さんも、はい、その信仰のゆえに神へのこの愛、信仰のゆえに先祖を救う、先祖を守るということを最後にお話したかったです。以上です。はい、それでは司法の裏側お知らせ、はい、今日は地域電話どことも書いてない。サマリアさんは申告終わったんですか？まだ。終わりました。よろしいですか？はい、じゃあ今日はサマリア眼科にお邪魔いたします。はい、兄弟の、はい、イランとか、はい、シリアとか、はい、レバノンずっと、はい、その伝道派遣の、はい、記録ですね、それを見させていただいてお祈りをして失礼するのがその働きです。今週は大船渡に、はい、そして松園に、そして金曜日、アイナにと、はい、映画会を開きます。はい、忠実な方々がずっとね、起こされていて感謝します。また、新聞に載っけてくれたりして、大変な人が来たりしておりますが、感謝しております。はい、他に何かありましたかね。はい、子供たち、はい。カン君は昨年、ね、小学校入学しました。今年は、はい。道江さんちの次女、はい、まこちゃんが卒園をしましたね、はい、幼稚園を卒園したわけです、昨日ね。ということで感謝をしております。あと何かありますでしょうかね。来週教会総会のようなごめんなさいねになるよ資料を作っているところです。はい、よろしくお願いします。